はいどうもケニーです、よろしくお願いします。ということで今回もバンティラシューやっていきましょう。ということで今回はこちらミスゴールデンウィークということで、はい、まあね、やっと100になりました。はい、まあ最後ね、ちょっとね、かけらぶち込んだぞまあ30個ぐらいぶち込みました。うん。で、まあね、前回、ゴールデンウィーク、デシスさんにね、神プレイをね、ちょっと撮ってもらって、まあ動画にしたので、まあ前回のやつもね、ぜひ見てもらいたいので、概要欄の方に貼っておきます。うん。で、その時とちょっとね、まあ、デスさんのね、最強プレイのメダルとちょっと違ってくるんですけど、ちょっとね、これはなんでなのかって言ったらね、うん、ないよ、ドルドルが。ドルドルがなくて、ここドルドルにしたいんですけども、はい、今回ね、まあ、それの代用として、ミスゴールデンウィーク。一応これね、体力70倍以上の時、脱出速度が 8% 増加するっていうものになっております。うん。で、まあ今回ね、これでやっていきたいと思います。まあゴールデンウィーク使ってる人ね、まあこのメダルか、その、まあ弟子さんがね、使ってた、ドルドルの、バロックワークス、セットと、はい、いう感じになってるんでね。はい、まあぜひとも皆さん、かなりおすすめのメダルに、なってきますので、まあよかったらやってみてください。ということで、まあやっていきましょう。レッツゴー!はい、それでは1戦目やっていきたいと思いますと、はい、オッケー。でもやっと100よ。ずーっと使いたかった、マジで。はい、さあ、まあなんでここはね、ちょっと C 捨てて、ちょっと待って、これ裏開くんじゃん?これ。開いた。あ、これ溜めてないっすね。おー、これは大チャンス。はい、行きましょう。さあ、裏取りじゃん。さあ、もう見てください。諦めた感じ。そうっすよね。まあ、諦めちゃうよね。もう、こうなってしまったら。さあ、帰っていった。マジですごいよね。あー、ちょっと上取られてんのか。まあ、じゃあ、なんで、ここちょっとしっかりね、ゲージ貯めていこう。はい。それで、真ん中、開いたかな?あー、オッケー。あー、戻ってきたんかい。さあ、これで相手を抜ていき、よいしょ。いや、ジャスカイ戦でええのにしてしまう。これはもうちょっと癖、ちょっとまあ抜けなさそう。まあ、しようがしまいがね。いいんですけどね、どっちでも。さあ、オッケー、ナイス。さあ、いける。よいしょ。いや、赤犬にマジで強いのやばいよ、工場で、本当に。もう、ベルゴ。さあ、ここ、赤犬がもう少しで持っていける。よいしょ。オッケー、ナイス。オッケー。さあ、お電話だ、ちょっと、あれは、まあね、完全に任せないといけない。さあ、ここ、OK。赤いね。OK。さあ、こっちもブースト入ってくる。OK。さあ、無敵。いやー、ちょっと待って。あー、ごめん、変な音が入った。あー、もう勝てない、なってしまった。さあ、じゃあ、ちょっと一旦引きたい。引きたいけど、これもう死ぬか。死ぬか。もう、殺して、ありがとう。さあ、じゃあね、まだ1分あるんでね。で、しっかり多分、2つの旗、今、ゲージ溜まって、溜めてる状況だと思うんで、ちょっともう一回ね、和みで、裏取りかましていきたいと思いますと。さあ、まあ、A を取って、もう耐久ですね。はい。できたらそれをしたい。さあ、まあ、これ、劣勢時ね、無敵の、あ、危ない、怖い。よいしょー!とつかないっすー!オッケー。ありがたい。これは、あ、もうちょっと、いや、もう裏、あ、もうほっとこう。裏は任せました。さあ、ここをしっかり取っていきたいね。で、まあ、劣勢時なんで、よいしょ、オッケー。あー、ちょっと無駄かいしないっすね。さあ、俺が無駄かい。俺が無駄かい。さあ、オッケー。さあ、無敵になったらこっちは強い。よいしょ、オッケー。ジャスカイされていく。ジャスカイ仕返す。関係ない。さあ、名古屋の緑と、さあ、オッケー。逃がさん。やれへん。マジ、お破壊でね、いける。オッケー、ナイスで。オッケー。もうこれで大丈夫。オッケー、もう、ナイス。はい、それではやっていきたいと思います。よろしくお願いしますと。はい、まあなんでね、ちょっとね、見していきたいのはね、マジで、ちょっと赤犬とドフィーをね、しっかり仕分けるんだよって、っていうところ、最強アタッカーのね、今やっぱアタッカーで言えば、そのドフィーと、まあ赤犬はまあめちゃめちゃ強いの、もうそれに対して、この工場のゲッターがめちゃくちゃ強いっていうのがもうわけわからん状況。まあそれなのでね、まあ、もう、
もうまあそんな食らってないからいいねんだけどね。うん、さあ、まあなんで、ゲージをね、高菜のゲージをちょっと減らせるだけね、減らしていきたい。はい、さあ、オッケー。よいしょ。うん、何がオッケーなのかわからんけど、とりあえず、もう、なんか、ルフィ強くね。さあ、なごみのみがり、オッケー。さあ、これにかかってしまえば、もう何でもない、取れちゃう。もう無敵と一緒、なごみの緑してしまえば。っていうことは、結局何なのか。なごみは、無敵を2つ持ってるのと一緒なんですよ。はい、ということで、こういう風に、取り際でやられてしまいます。気をつけましょう。うん。うん、ナイファイ。はい、まあなんでね、まあこれで、ちょっとね、もう一回、ちょっと和みで、しっかり決めていきたい。うん。さあ、出てきたのが赤犬とドフィー。ちょっと待って、ほんまにね、ドフィーに対してもめちゃくちゃ強く出れるのをね、ちょっと見していきたい。うん。まあなんで、本当にマジで、うん、ちょっと待って、ここ、ちょっと、まあここしっかり守っていこうか。うん、取りに行きたいけど、ここはしっかり和みの、やっぱり、こう、超フェスが、あ、超フェスが2体用がマジで強いというのを、やっぱりこう見ていこう。さあ、ドフィーも来たね。よし、もうちょっと活躍する場面、マジで、本当に、マジ、オッケー。オッケー、とりあえず、オッケーオッケーオッケー、まあ、とりあえず赤犬は2人で芝居ていく。さあ、これよ。うん、さあ、もう赤犬さん任してください。ここ任してください、俺に任してください。いけます、ドフィーはいけるんで。さあ、オッケー、マジで強いドフィーに対して。さあ、ここで相無敵になっていく。よいしょ。さあ、チート出た、チートがチート技が出た、チート、あ、待って、おー、なんかオッケー。さあ、あー、ちょっと待って、あー、追いかけっこになってる。あ、それせっこい、それせっこい、もう急いで。せっこいよ、もう、あの糸の真ん中にいるやつ。さあ、こういう風に勝っちゃうんです、見てください。うん、こいつ工場なんすよ、えぐいんだって、マジほんとえぐいと思う、なごみ。うん、さあ、ここもちょっと取りに行かずでも、ラスト30秒なんで、ちょっと無敵もあるんで、しっかり守っていきたいと思います。さあ、あ、こいつだね、こいつ一番旗握らしちゃあかんやつ。うん、バウンティー界で一番旗握らしちゃあかんやつ、キャラナンバーワンだと思ってます。はい、マジで早い。あー、よいしょ、あかん。よしよしよし、オッケー。はい、握らせない。よいしょ、なぐみ。あー、足らん。っていうこと、これはまあ、裏任せましょう。さあ、ここ、赤いのよう頑張って、頑張って、あとは任せろ。よし、なごみ。ナイスナイス、よう耐えた。うん、もう大丈夫、大丈夫、大丈夫、なごみだから、最強はなごみだから。よし、もうこれで大丈夫。さあ、オッケー。いや、マジで強い。ナイス。はい、それではやっていきたいと思います。よろしくお願いしますと。さあ、まあね、赤犬やドフィーに対してもかなり強いこのキャラクター。マジで工場チートっす。工場キャラの中でマジチートだと思う、こいつ。はい、さあ、オッケー。ああ、かぶっていく。ああ、さあ、もうこうなったらドフィーをあとはもう追い込むだけ。さあ、追い込む。さあ、追い込む。追い込む。追い込む。さあ、そしてここで無敵になっておこう。オッケー。さあ、あとは詰めろ。オッケー、オッケー、オッケー。よし、まあ、あと詰めよう、詰めよう、詰めよう。オッケー、オッケー、オッケー。ドフィーを倒しておけば赤犬がもうね、ルンルンになるんでね、ちょっと逃げられちゃいましたね。っていうぐらい、逃げてしまうぐらい、やっぱり、なごみがね、やっぱ天敵なんですね。はい、学んでここしっかり取っていこう。さあ、カバー来るのは誰だろうね。キッド、ニルフィ、どっちだ、どっち、あー、キッドっすね。オッケーオッケーオッケー、ナイス。さあ、回避して、オッケー、ナゴミ、オッケーっす。じゃあもうここはね、うん、もう戦っても仕方ないんで、さあ、放っておきましょう。さあ、ここ空いてるかな、空いてそうっすね。オッケー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 。さあ、ナゴミ、ちょっとナゴミになる、ポジション早すぎました。もうちょっと前だね。ちょっと焦りましたね。さあ、オッケー。あー、まあ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 、ここまでゲージ減らせたらオッケーでしょう。さあ、もう一回裏。これもう敵からしたら超うざいからね、なごみがうろちょろされてんの。はい、さあ、ちょ、待って、ここで肉しっかりもらおう。うん、ただちょっと敵部が来るんで、あ、いやー、これは見にくい争いになる、これ。ただ、なごみ止めておきたいな。さあ、ちょっと一回ブーストかかるんで、ちょっと下がりましょうか。さあ、これ裏来るのが、おでんじゃなかったらありがたい。あ、なごみっすね。オッケーオッケーオッケー。見にくい、見にくい戦いが始まります。よいしょ。さあ、俺も無敵になっていく。うん、さあ、行くと見せかけていかない。これ俺もよくやります。さあ、ナゴミ、オッケー、ナイス。さあ、これ持っていける。ああ、もう立ちバグっすね、これ。うーん、多い、マジで多い、これ。はい、さあ、とどめを刺していきたい、きっちり。よし、ナイス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 。じゃあもう48秒、いや、ちょっ
と、あ、圧力、あ、いや裏やばいな、裏あれ大丈夫かな。さあ、じゃあこっちもちょっと裏仕掛けようか。うん、上十分赤犬いるんでね。よし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 、ドフィーはちょっと見ていきたいな。ドフィー足止めしてんや、ちょっとドフィー、あー鬼ルフィーか、ちゃうんだな、ちゃうんだな、ちょっとくそ鬼ルフィー、あー鬼、あーもう、あーガトリング避けれねえ、マジでガトリングの避ける練習しようかな、やべえ。さあチーム取られていく、さあオッケー、それはとで無敵になる、さあオッケーで旗取ると見せかけて、え、行かない、さあバイバイ移動速度が速いんじゃ。さあ、ということで真ん中最後守って勝ちかな、これは。オッケー、マジでうざいキャラナンバーワン。はい、ということで参戦終了でございます。敵も味方さんもありがとうございました。ということで今回ナゴミね、マジで今現環境最強のアタッカーの2人、赤犬ドフィーに対してね、まあ強く出れる、うん、で最近リーグだったら、うん、まああのドフィーやっぱり赤犬とかしんどいから、まあおでんとかいない時は、俺はねしっかりそのドフィーを、退治しに行ってあげてますね。もうドフィーの足止めを、まあ、してるっていう感じです。まあなんでね、それしてあげるともう赤犬がめちゃくちゃ味方生き生きするんで、はい、まあぜひともね皆さんそうしてあげると、まあ赤犬ね結構喜んでくれると思いますので、まあぜひともやってみてください。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。